歌舞伎俳優の市川團十郎さんが7月30日ブログを更新。13歳の長女麗華さん、11歳の長男勸玄くんと横浜を満喫する様子をアップされていました。團十郎さん親子は7月27日から29日まで熊本で公演を行い、31日には神奈川、8月1日に茨城、3日は東京と仕事のため全国を回っておられます。30日にはブログで今夜は横浜で妹とお仕事とトークイベントのため横浜を訪れたことを報告。仕事の時間まで親子で横浜散策をしたそうで、手つなぎショットやカラフルなお菓子を見ている麗華さんや、麗華さんが勸玄くんと手をつなぎ横浜の街を歩く後ろ姿をアップし、横浜を満喫されていました。これらの投稿に、麗華ちゃんカンカンとプライベートを楽しむお仕事前の大切なお時間ですね、手つないでいつも仲良しですね、などのコメントが寄せられています。本当に大活躍の毎日ですね。プライベートの時間を大切にして大いに英気を養ってまた頑張っていただきたいですね。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。